語ること。シェア。みなさんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日の動画は楽しい家族旅行の様子をお伝えしながら環境に優しい木造高層ホテルの秘密に迫ります。そしてふたりパパチャンネルではおなじみ地元特産のスペシャルチーズの村へ突撃。美味しいものがいっぱい出てきます。そして息子くん、その服は何？さあ皆さんも一緒に100年前にタイムスリップしますよ。次回予告までお楽しみに。それでは行きましょう、ふたりパパの環境は OK、 家事は大丈夫、木造高層ホテルの秘密。せっかく寝癖直したのにまたピンピン跳ねてるね。これは去年の11月1月、ちょうど息子くんは1週間の秋休みだったので平日に一泊旅行を企画したミツパッパ。前から行ってみたいところがあったので車に乗り込み高速道路に入ります。ここで助手席のリカパッパ、 OK ブレックファストタイム。この日は朝8時半に出発だったのでミツパッパが作ったおにぎりを朝食に持ってきました。酒入りの塩昆布があったのでそれを入れて炊き込みご飯に。それとは別に焼いた鮭を中の具にしたおにぎり。お味はどうですか？美味しいね。うん、鮭しょっぱい。いや、しょっぱい。結構強めにした方が美味しいよね、旅行の時は。塩昆布と鮭。今回向かうのはシェレフティオという僕らが住むルレオから車で1時間ほどの町。ミツパッパが行ってみたかったところはここにいくつかあるのですが、その一つ目が今からあるムセットに行こうと思います。その場所はシェレフティオ市街を通り抜け少し郊外のところにあるのですが、そこまでのドライブ中、怖い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 、めっちゃ怖かった今、びっくりした。急にもやがかかっていて見通しが悪い中、細い道の割には大きなトラックが何台も通り、すれ違うたびに雪煙が舞うのでちょっと怖かったです。やばい怖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 い、まあ、何も見えない、また来た。それでもなんとか車を進めると、ウーストーレハール、ビュールトレスク、オッケーでいいんでね。今から行くとこね、ビュールトレスクという村までもう10分というところで突然車を路肩に止めるミツパッパ。どうしたのでしょうか？なんで止まる？上着だけ着てた方がいい、寒いから。あ、じゃあこのビュールトレスク池の前。こういうことも子連れだとよくありますよね。すでに氷が張って雪が積もった湖越しにブールトレスクの村が見えると、もうすぐそこ。村の中を抜けると目的地が見えてきました。教会かわいいね、あの教会。ノルメリエ、あ、ヴェセルボテンスーストのマークがある。あそこ、ここ工場、ここで作ってるね。ここで作ってんだね。ほら、あそこにもマークがある。どんだけファンなの俺。このチャンネルの動画でも何度も登場しているスウェーデンのヴェステルボッテン地方で作られているヴェステルボッテンスウストの工場。先ほどミツパッパは博物館と言っていましたが、正確にはビジターセンターとなっている場所。さあ早速入ってみましょう。そうね、今日の目的地ヴェッセルボッテンスウストを食べに来ました。ここは工場見学はできないのですが、地元の方も普段から利用するレストランやヴェッセルボッテンスウストの歴史などの資料が展示されているビジターセンター。でも花より団子ということで食べよっか。分かんない、パスカビ入れた。あ、すごい、ヴェッセルボッテンスウストだけが売ってる。クッキースの中にも入ってる、ブラウニーの中にも入ってる。入ってるかもね。トビーとアクスナウエンバー。うん、別の中身。レジで先にお会計を済ませるとランチを取りに行きます。ランチというとスウェーデンの中でも地方都市でよくあるのが日替わりのビュッフェ方式。この日は牛肉のブルゴーニュ風と塩漬け豚バラのグリル、それにマッシュポテトがあり、もちろんサラダもついています。
いただきます。いただきます。このバッターはバッター出したバッターの方して入ってる。あ、本当に俺まだ取ってない、後で取りに行こうかな。どう、入ってそう？うん、入ってる。あ、本当、うん、おいしい。あら、入ってる。バッターバッターの方して後でじゃあ俺も取りに行こう。よかったね、ここのレストランに来てベセルボッテンスースト入ってなかったらちょっと嫌だよね。なんかこの白いソースが何かわかんないんだけど、ちょっとマッシュルームとクリーム、リンゴ、なんていう、ストゥーバン、ストゥーニンソース、うん、すごいでも美味しい、しょっぱくて、でもリンゴと食べるとちょうどいいって感じ、甘さと、うん。そして食後のデザートはスウェーデンでは泥のケーキという意味のクラッドカーカ風のブラウニー、こちらもランチ料金に含まれています。よかった、この中でベストモーケースを使いくれかった。そうね、中に見た、はい、うん、ボッテンソースとか入ってるかな。なかった、真ん中にあるかも、真ん中にあるかもね。ベステルボッテンスーストは1872年から作られていて、ロイヤルウェディングやスウェーデンの首都ストックホルムで行われるノーベル賞受賞式の晩餐会でも出される由緒あるスウェーデンのチーズ。味はイタリアのパルミジャーノに近いのですが、それよりも少ししっとりしていて、塩味と苦味、コクも強いと言われています。一説には夏の白夜で24時間日光を浴びた牧草や牛たちがこの味を作っているんだとか。その製法や道具などが展示されているわけですが、観光客用なのか英語やドイツ語の表記もありました。それではここでリカパッパのドイツ語をお聞きください。 Auf Deutsch. Es gibt viele Spekulationen um das gute gelagerte Geheimnis. なに？すごいいっぱい置いてあるね。あの上は何？スタンプ？あー、このさ、赤いさ、外側のやつだよね。ちなみにチーズには外側から守るためのコーティングがこのように施されているのですが、その材料が含まれているものは日本には輸入禁止ということで、ベッセルボッテンスウーストは日本では手に入らないようです。残念。そしてこれは何かというと、サイミキバーゲルのスタンプ。ちょっと重いね。と楽しい時間を過ごしましたが、まだまだ旅は続きます。今度はシェレフティオの中心地へと向かい、車でおよそ40分、到着したのがこちら。3人が到着したのはこちら、ザ・ウッドホテル。その名の通り木造20階建て、高さ80メートルのこの建物は劇場や図書館なども併設された文化複合施設サーラ・クルチュール・フースとして2021年に竣工。環境に優しく持続可能な街の象徴として建てられました。どこが環境に優しいかというと、温室効果ガスの一つ CO2 の排出量の違い。この建物は高層ビルを建設するのに安全な耐荷重性能に優れた CLT と呼ばれる木材の集成板を利用していますが、1立方メートル作るごとに1トンの CO2 を排出するコンクリートとは逆に、材料の木は成長の段階で CO2 を吸収し、燃えたり分解されるまでその中に蓄えます。このサーラ・クルチュール・フースに貯蔵されている二酸化炭素の量は、なんとストックホルムからニューヨークまでの約1万3500便のフライトに相当するとのこと。しかもこの建物の半径60キロ以内で育った木材を利用し、その運搬によって排出される CO2 をできるだけ減らす徹底ぶり。ただ木造建築というと心配なのが火事ですよね。でもご心配なく、この CLT という素材はもともと燃えにくい素材の上、難燃性のニスで処理されていて対策が施されています。またこの建物全体は可能な限りカーボンニュートラルに近づけるため、ソーラーパネルで発電した電気は地元のノースボルト社が開発した蓄電池に蓄えて利用しています。それでもエネルギーが足りない場合は、以前うちのチャンネルでも紹介したスウェーデンではポピュラーな地域熱暖房も利用し、冷暖房の快適性を含めたエネルギー効率を常に最高に維持。
その制御は AI 自律型人工知能テクノロジーを利用し、足りない時は地域から受け取り、余剰がある時は地域に還元し、エネルギーの無駄を減らしています。これ今太陽電池で貯めてる電池をこの一番下に大きい電池があるから、そこにラッダしてるんだって。どのくらいの大きい？あのでもすごい大きいんじゃない？だってこのホテルと同じくらいの大きさだから、なんかすごいサステナブルなホテルだっていう話だもんね。誰がしてる？あ、本当？本当だね。開いた。これは木の心臓と呼ばれるモニュメント。自家ソーラー発電を利用している時や地下の蓄電池の電気を利用している時はゆっくり動き、エネルギーが足りなくなり、外からのエネルギーを利用しているときは激しく動くよう設計されています。目に見えないエネルギーを可視化するって大事かもしれませんね。そしてそんな建物の中に入っているホテルへ今日はお泊まりです。フロントでチェックインを済ませると受け取ったのがこれ。ちょ、あれさ、トレコート見る？Tror du man kan ha stopp? Tror du de är magnetiska de där? Så man kan stoppa dem i låset. Vi får se om det funkar. そしてお部屋へと向かいます。シェナ。シェナ。今回はファミリールームを予約したのですが、なんと12階、眺めが良さそうです。早速お部屋へ入ってみましょう。当たりパパ。番号は何？12-02。でも確かになんかこんなに木が使ってあるとホテルっぽくないね。なんかキャビンに来たみたい、どっかの。ここだね。あ、角部屋じゃない？しかも。はい。入りまーす。あ、これさ、カード入れるところあるんじゃない？あ、ここここ。あ、ここか。あ、反対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 。本当？もう入ってるんじゃない？よし、じゃあ入ってみよう。結構広い。広いね。今日は、あの、ファミリールームっていうところがあって、ファミリールームを取りました。うん。広いね。ここ、なんかちょっと何言ってるみたい。これは木のホテルだね。木のホテルだね。じゃあちょっとさ、最初に。あ、これ見て！なんか見つけた。じゃあ最初にちょっと。ポテトスイッチも。そんなのあった？っていうかもう入って正面がすごい、フロアトゥセーリングのウィンドウ、あーすごい、ちゃんとソファーがあってベッドルームと別になってる。あ、ウィンドウだね。どう？眺めがすごいいいね。そして寝室とは別のラウンジスペースもありますが、このベッドルームも良かった。ウェルカム三つ中村。あーすごいね。なんで三つ中村なの？お手紙。わあすごい、天井も高くてすごいいいね。これはスパだな。収納もたっぷりあってバスルームもなかなか広くて良かったです。そしてこの後スパの予約をしていた時間が迫っていたので、最上階の20階にあるスパへ向かいます。普段は大人専用のエリアですが、この週は秋休みの週ということもあり、昼の時間帯は家族連れも利用できたんです。天使からできた。うん、どうですかこの眺めは。わかんないけど僕はバンピー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 バン。そしてその後はラウンジでゆったりしていました。息子くんもフルーツを食べたり、上からバスやクレーンを見つけては楽しんでいるようで、リカパッパも久しぶりに仕事を忘れリラックスできているようでした。
そしてお部屋へ戻ると、とあるサプライズが。お、なんか豪華な何かサプライズ。ないんですか？バイエスなんて。Jag tar så glad. Och äpplet. Kan smaka så. Är det någon glassig det där? Då, oishi? Mm. じゃあちょっとさ、乾杯する？乾杯しよう。あなたはコーラなんかあったら、冷蔵庫にあったら開けてあげるよ。コーラあった。いい音。スコーン。あ、ちょっと待って。あ、スコーン、スコーン、スコーン。もうほっと待ってたっちゃ。おいしいね。うん。うん。あ、おいしいね。なんかちょっと洋梨の味。まあ、そうね。ま、ちょっとな甘くないけど洋梨。僕はちょっとこのチルスタルを。ね、確かに美味しそう、うん、3個あるから1個ずつ食べていいね、うん、あとチョコチップ、君の好きなチョコクナッパー、ショコラとクナッパー、うん、乗ってました。食事の前にお部屋でのんびり過ごす時間。この11月はミツパッパが仕事で3ヶ月東京に行く予定の前だったので、何かいい思い出作りがしたかったんです。そしてこの後はお楽しみなお食事の時間。ふたりパパ、時間になると19階にあるレストランへ。ミスブーンというアジアンフュージョンのレストラン。ちょっとフュージョン系はあまり信頼しないタイプなんですが、こちらは評判がいいということで来てみたかったのです。何より眺めもよく、お店の雰囲気もいい感じです。息子くんはサーモンのお刺身をオーダー。まあこれさえ出しとけば文句なしです。おいしい？冷たい。下に氷が仕込まれていて、キンキンに冷えてたみたいです。そしてパッパたちの最初のお皿はこちら。これフンメルなの？フンメルタコス。なるほど。ロブスタータコス。いい音。うん、おいしい。あ、すごい。なんかいい、なんかロブスターの味もするよ。マンゴーサルサかな、そういうサルサっぽい。うん、おいしい。うん、おいしいでしょ。ちょっとスパイシーも入ってるね。なんかすごいスパイスの香りが立ってくる。うん、ちょっとしたチリも入ってて、ロブスターの味がすごいですよ。エビ、うん、エビの味がするね。え、おー、たくすみけん、ご飯も来ました。息子くん、鹿刺し、鹿刺しはキムチマヨと一緒に食べるのがおすすめらしいです。タクスミケ、タクスミケ、うん、やってごっ、お前やってごらん、お前タコス、うん、うん、タコレな。他にもサーモンタルタルの大根包み、マッシュルームとトリュフのワンタンスープ、サーロインのたたきは土佐酢でいただき、銀だらの最強焼きまで。どれもちょっと日本とは少し違うお料理ではありましたが、とっても美味しかったです。そしてもちろんデザートも。お餅どうですか？美味しい？中がアイス。中がアイスだね。冷たかった？満腹になった3人、そのままお部屋に帰ります。全部ホテルの中だけで完結できる休日、ゆっくりリラックスできていい感じです。でもミツパッパと息子くんは何かに気づいたみたい。気をつけてね。え、でもミツパッパのエブラスティニングする、どうしよう。
ちょっとオーバーラスキングがあるんだよね。オーバーラスキング ちょっと とりあえず寝るときにはいつも絵本を読むので、リカパッパと一緒にこのベッドで寝て、その後パッパたち2人は大きなベッドに寝たのでした。そして翌朝、いけるよ、お尻が出ちゃったさあ朝ごはんへ行きましょう。この朝ごはんがなかなかおしゃれだったんです。すごいかわいい。うわすごいおしゃれ。パンもすごい種類がある。チューブのままじゃなくてちゃんとジャーに入ってるところがおしゃれだね。うん、あ、チーズもある。もちろんベストボックス。あはー、ゾンビつけると。でもゾンビすごいおしゃれなサラダバーだよね。ねえねえ、サーモンだけですか？ホッケが美味しいな。パンとかは？グレーツとかあるよ。パンも。あと面白いものあるよ。どこ？おいで。ね、オイル？何？あの油。2分半待ちます。朝食が大好きなリカパッパ、お味はどうですか？とてもいい。うん。プレゼンテーションはとても綺麗。うん。美味しい。ピクルパンプキンとか珍しいものも。あのジャーのサラダいいね。このホテルで作ったピクルスとかそれ。うん。そして食事を終えると部屋へと戻り、チェックアウトを済ませ、フロントに荷物を預けると徒歩で行けるところにお出かけ。こちら今から入る博物館なのですが、昔はこの建物全く別の用途で利用されていました。一体なんだかわかりますか？ノールダノー。ノールダノー。こちらにあるのはホテルから歩いて15分ほどのところにある町の博物館。さっきの質問の答えですが、こちらもともと病院だった建物を利用しているそうです。この並木道も素敵で、なんだかワクワクするエントランスです。中に入ると天井が高く、確かにちょっと病院っぽくないですか？こういった歴史ある建物が現在も現役で使われているのが僕は好きだったりします。中にはこの地域の歴史にまつわる様々なものの展示もありますが、ちょうど学校が秋休みの週ということもあり、子供が楽しい企画も用意されていました。それがこちら。すごいよく似合ってるけどね。約100年前の世界にタイムスリップ。昔の学校の様子や今では使われなくなったレトロな道具などを体験できるコーナー。先生もいらっしゃいましたよ。レッサ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 
上手に名前が言えました。日本はどっかハンデねえんだよ。おい。って言ったら、ゲームハンデンスだ。ええ。Har du sett vad det här är för bokstäver då? A, B, C, D, E tror jag. Eller vad är det? Jag tror att det är A, B, C, O, D. Oj, skrattar inte att om det är bättre än det. A, B, E. すごい滲んでるね。あ、何があった？あ、too much。スプリティスクーラー igen。スプリティスクーラー igen。Ja, tänk。Ja, det här var svårt. Jag ska försöka skriva mitt namn. Ja, man inte var på sådana pennor och såna här bokstäver. Men det är förr i tiden. Man var på skrivna. Men hur sudde man på den här tiden? Då suddar man inte. Man kunde inte sudda. Ja, det är det som är problemet nu. Ja, det är ett stort. これ何か知ってる？え？そう、ミスパパのね、昔お家こういう黒い電話だった。でもそれは今音楽が流れてんね、そっからね。それ回してごらん。それ回すと番号になるんだよ。コンビニ。どうや？Vad bra, bra gjort. Där borta. もしかしてラブレター書いてる？なんですか？やったLängre. Vet ni varför man stoppar sådana här? För att de sitter fast eller? För då ser man ju, då stänger man ju den. Man ser ju också att ingen har öppnat den. その後も子供がたくさん遊べるプログラムが用意されていて、ゲームをしたり、パパたちも一緒に工作をして楽しい時間を過ごしました。ペガパパこっち向いて。そして博物館を後にすると、その後は街の中を少しブラブラして、また車に乗り込んでルレオへと戻った二人パパ家。いい思い出になりました。この後は時間予告、季節外れになってしまった息子くんとのお料理動画ですよ。さーて、来週の二人パパは息子くんです。この動画は長かったけどどうですかか、感想をコメント欄に教えてくださいね。そして今度の動画は僕とミツパパの冒険です。本当には2月に出したかったらしいけど、ミツパパは忙しくってまだ編集してなかったって。
でもとってもおいしいチョコクランチができたよ。絶対見てね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ヘイド DM sucks på sig var bredvid. I love you. パパ